リチャード・ブロディはマイクロソフトの社員番号77番の元従業員でありマイクロソフトワードの作者である。現在はプロのポーカープレイヤー。また2冊の著書でも知られている。ミーム、心を操るウイルスではミーム学というミームについての科学を扱っている。2006年のポーカーのワールドシリーズで彼は マイクロソフトワードで綴りを間違えている単語に赤い、河川で印をつけるようにした機能は彼のアイデアだったと述べた。ワールドポーカーツアーでの成績は自身のブログで見ることができる。2006年現在、彼の生涯獲得賞金は18万ドルを超えている。ブロディはフルティルトポーカーというオンラインゲームサイトのメンバーでクワイエットライオンというハンドル名でプレイしている。また、 2007年には NBC のゲーム番組アイデンティティにも出演した。2007年5月10日、ブロディはネバダ州、カリフォルニア州、アリゾナ州のすべてのハラーズから出入り禁止となった。ポーカーのワールドシリーズにも参加を許されていなかったが、2007年6月8日の本人のブログによると、ハラーズの出入り禁止は間違いだったとのことで、ハラーズの監視も和らいだとのことである。 ありがとうございます。